阿蘇市では今年小中学校に一人一台のタブレット端末が整備されます。そこで阿蘇テレワークセンターではタブレットを使うときに自分が気をつけたいこと、みんなに気をつけてほしいことのポスター作品を募集したところ、素晴らしい作品が集まりました。この動画ではグランプリをはじめ各賞を受賞した阿蘇市の小学生の皆さんの作品をご紹介します。受賞作品は各小学校に展示されることになっています。応募してくれた皆さん、ありがとうございました。